ダービースタディオン実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょうね。今回はね、チューリップ賞と弥生賞についてね、軽く振り返りたいと思います。ちょろっとね、ちょろっと。今回はね、猿のね、春天が楽しみですね。ノーマージン、種付けですね。何にしようかな。まあね、プリンスリーギフトをね、活用したいんで。やっぱりサッカーボーイということになりますかね、サッカーボーイ。サッカーボーイの子供にね、ベースボールとか名付けたいんだけど。アニメ縛りしてるんでね、まあサッカーボーイでいきましょう。そしてですね、リアル競馬ね、チューリップ賞から話しますね。チューリップ賞ね、期待のレッドアバンセがね、ちょっとマイナス14キロでしたね。僕パドックパッと見た時にね、太いとは思わなかったんですよ。細いとは思わなかったんですよ。ところがね、やっぱりね、歩様とか見たらね、エルフィンステークスと比較してなんかね、力強さっていうかリズムが悪いなと感じましたね。だからね、本当は軸で買いたくなかったんですよ。だからこの前、だから実況の時に印出しましたけど、その組み合わせだけは買って、統一の馬券はね、ジュエラーから行きました。ジュエラーが本当パドックで抜群に見えたんでね。だからジュエラーとね、4着のクイーンズベストのワイドは持ってたんですよ。だから直線少し厚くて、まあ盛り上がったんですけど、まあ結局ラベンダーバレーがね、戸崎くんがわざわざ関西に来て乗ったラベンダーバレーが3着に来てね、惜しかったですね。新ハライトもね、出来良さそうに見えたんですけど、まあ、ジュエラーとの組み合わせはオッズがね、安いんで買えませんでした。まあ、始めていきましょうか。あとね、カイザーバルあたりもね、僕はそんなよく見えなかったんですよね。だからね、落として買ったんですけど、意外と姉妹伸びましたよね、最高峰ぐらいからね。6着ですからね、これでも僕はあまりよく見えなかったんですよね。パドックでね、よく見えなくてもね、最後の力を振り絞って走る時があるんですよね。そういう時って地蔵にガクッとね、ダメージがあったりするんで、これ個人的に次走注目してます。カイザーバルね、買いたいとかそういう意味じゃなくてね、ちょっと注目してます。サルね、お米コブーネ、これ藤枝厩舎に調教してもらってるんだよね。ノエルちゃんがちょっとね、治りましたね。追っていきましょうね。だからね、今回チューリップ賞見てね、やっぱり阪神ジェネラルフリーズのレベルっていうのはそんなに高くなかったのかなと。まあ、メジャーエンブレム抜けた馬なんでね、メジャーエンブレムでも桜花賞でもね、本当にガチガチかといったら、ね、このチューリップ賞の上位2頭っていうのはやっぱ強いと思うんでね、瞬発力はこっちの方が上でしょう、おそらく。だから面白い対決になると思いますね。あとジュベナルフリーズの2着以下っていうのはやっぱりレベル低かったんじゃないかなと。ブランボヌールとね、ウィンファビラスですか。やっぱりね、このまま2頭ともね、見栄えしないんですよ。だからチューリップ賞でもね、厳しいかなと思って見てたんですけど、やっぱり大敗してましたね。だからジベナルフィリーズで再選着したのが電光暗示ですよね。まあ、このままね、メジャーエンブレム差し切ったことがあるんで、桜花賞でもひょっとしたらこの馬がチャンスあるのかなとも思いますけど、ジベナルフィリーズ組ではあまりね、強く変えたくないなという桜花賞はね、思いますね。サルはね、春天生かしたいんで。
そのあたりですかね、ラベンダーバレーあたりね、まあ、体重増やしてきて、まあでもよくいるディープサンクだなという感じでしたね。そんな目立った馬体ではないんで、まあ桜花賞どうなんですかね、まだ上積みあるかもしれませんけど、僕はあまり狙いたくないですね。エルビッシュあたりもね、あの馬体よく見せてましたけど、これはやっぱり力負けかなという感じがしますね。出来は良さそうだったんで、あとそんなところですかね。クイーンズベストは惜しかったですね。もうちょっとね、上がりのかかる展開だったらね、チャンスあったと思うんですけど、やっぱ切れるはしないと思うんでね、クイーンズベストは。でも力ありますよ、この馬。あとは弥生賞ね、弥生賞はびっくりしましたね、あの馬鹿引きね、上位朝日杯上位2頭に勝ってしまったかと、そういう感想ですね。僕はね、あのリオンディーズとエアスピネルの生まれん1点で行ってたんでちょっと痛かったですね。3連単もね、あのリオンディーズ、エアスピネル、そして3着にマカヒキ買ってたんでねやられたかという感じですね。ただね、あの佐藤鉄道ジョッキー、あ、鉄道さんがね、あのディープに似てるって言ってたらしいんですけど、僕パドック見た限りではそんなディープには似てないなと思うんですよね、マカヒキね。ちょっと待ってよ、ダビさんに集中しないと。大事なところだよこれ。猿はね、順調に来ていると。5月の1週ですかね、ちょっと馬体細いですが大丈夫かな。ちょっと馬体が増えませんね。あ、5月の2週ですね、まあ、状態上がってきてるんでいいでしょう。だからね、今回あのレースぶりがね、あの若い金のレースぶりがディープに似てるのかなと思いますけど、今回展開的にね、中盤が緩んだんですよね。だから追い込みが決まりやすいっていうか、でまくってきやすい展開になって追い込みがはまったっていう考え方もできるんですよね。だから本番皐月賞でね、多頭数になって同じ手が通用するかというと、まあ、ちょっと不安があると思うんですよ。今回のようにだから、リオンディーズが先行してね、あのマカヒキが後方から行くようだったら、届かない可能性もあるんじゃないかなと。僕は今のところリオンディーズ本命にしたいなと思ってます。マカヒキはね、だから乗り代わりになるんでね、ルメールから乗り代わりなんで、誰が乗るんですかね、まあ、ノリさんあたりが乗ったらね、追い込みじゃなくて 前につけるっていう可能性もあると思うんですけど、どうなんですかね。末足にかける乗り方で、まあ、ディープインパクトのようにね、本当にオーストぶん回して勝ったりしたら、もうダービーもねいけると思うんですよね、マカヒキはね。まあ売りのね、前傾になるんですかね。ただね、あの血統構成はそんな中距離ぐらいなら持ちそうな血統構成なんで、まあ、ダービーまではね、そんな心配ないんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっと5月2週やね、ちょっと集中しないと。だからね、エアスピネルあたりはやっぱり将来的にマイル走ってきそうな感じがありますね。まあ、エアスピネル、リオンディーズあたり、両方ともね、入れ込みっていうか、折り合いを変えたんでね、ちょっと心配な面もあるんですよね。リオンディーズは皐月賞で、ガス抜きされて折り合いつく可能性もあると思うんですけど、折り合い欠く可能性もあるんで、まあ、不安はあるんですけど、的場さんでいきましょう。どうですかね。あとは里のダイヤモンドですか。里のダイヤモンドはね、もう対戦してないんでね、実力がね、分からないのがね。まあでもルメールがね、佐藤大を選んだんで、まあ、そんな差はないと思うんでね、まあ、この4頭プラス、まあね、あのスプリングステークスでね、あの
名前が出てこない、ロードクエストか、ロードクエストもちょっと見てみたいですね。ロードクエストはね、僕はずっと馬体がね、普通の馬だなと思ってたんですけど、まあ実力はあると思ってるんで、スプリングステークスで期待したいですね。だからね、霊彩牧場のね、あのロードクエストがこのレベルの高い3歳世代の中で活躍してくれたら、やっぱり競馬が盛り上がりますよね。僕はだからロードクエストに期待したいんですけど、まあ、馬体は見栄えしませんね。ロードクエストは行きましょう。天皇賞勝ってほしいね。ブライトか、杉のブルボン懐かしいな。ムッシュしてくるも懐かしい。僕が春天の時本命してました。ビア早秀とムッシュしてくる1点で勝負して成田大使に抜かれました。東海帝王ね、東海帝王距離持たないと思うんで、神のマジック、あ、桜ロレット、これ最強メンバーだな。これは厳しいか、ちょっと。うん、17番順調ですねと。まあ印はついてますよね、これね。まあね、これ18頭立てで追い込みっていうのはね、厳しいと思うんでね、差しでいきましょうね。日経賞は差しでもね、伸びたんでね、最後まで。まあ皐月賞はね、どうなりますかね。馬場見てみないとわからないんでね、雨降ったらもう全然ね、魔界引きなんて、まあわかりませんけどね、魔界引きの雨馬場は走るかもしれませんし、ディープがね、やっぱり高塚記念で雨馬場でもね、強さ発揮しましたからね。切れる馬が大馬場は苦手かといったら 100% そうではないですからね。まあでも楽しみですよ。チューリップ賞もね、でも、まあ、レッドアバンセがね、巻き返してくるかっていうのが、巻き返してくるのならば、穴はレッドアバンセかなと思うんですけどね、桜花賞ね。ここで見切るのもね、やっぱり展開的に追い込みだったんでね、展開的にも厳しかったんですよね。走れない状態ではなかったと思うんで、まあ、展開的にも厳しかったと。だから前につけれるようになれば、もっと差は詰まるかもしれませんし。まあでも状態落ちてたのは確かだと思うんで、追い切りもね、軽めで、それで馬体重が落ちてたってことはやっぱりデッキ落ちだと思うんでね。まあ、どれだけ立て直せるかですね。まあ、レッドアバンセは素質あると思ってるんで、ここで見切ることはしませんよ、僕は。オークスでもね、期待できると思うんで。さて、ちょっと競り合ってほしいな。でも伸びてきてる、伸びてきてる。伸びろ、そっから伸びろ、伸びろ。マベラスさんで、マベさんさで、桜ロールか、ダメだ。突き放された。バテてはいないようだけど、バテてるか。ダメだな。ちょっと相手が強いね、このメンツだったらね。マーベラスサンデー勝ったら、マベさんに桜ローレルに東海帝王に。メンバー強すぎだよね。3分16秒3、上がり3ハロー32秒9。ダビスタってこんな上がり早いタイム出ましたっけ？セガスタン版だけですかね。まあこれ相手が強いですわ。マヨのトップガンもいるし、メジロブライトもいるし。とこれからまあリアル競馬話し倒したんで、ダビさんに集中しましょうね。ノエルちゃんも頑張ってほしいな。1600万スタークラスならね、通用すると思うんで、状態は良くなってると。使いましょうかね、1600万スタークラス。ハンデ戦ありますね、スザックステークス、ロバーツさんでいきましょう。ブーニャンも絶好調。470キロってことはちょっとわからないね、先行できるかどうか。
春は目黒記念あたり、目黒記念なんかないか当時、春にね、スザクステークス、違うかな合ってるかな不安だけど。一番人気ですか。まだ走りますね。これはね、12頭立てなんでね、追い込みでいきましょう。ハンデもね、52キロなんで、うん、ここは勝ってほしいね。まあ、早熟でもね、持続型っていうタイプがありますからね。まだ下手ってほしくないな、ノエルちゃんには。追い込みでね、まくってほしい。まくったら勝てると思うんで。だから弥生賞はね、2波論目と3波論目が早かったみたいですね、うん、それでね、中盤緩んだんですけど、先行馬垂れたってほどでもないな、うん、まあ、追い込みには有利な展開だったと。まあ、でも姉妹1波論が11秒3って言ってましたっけ、うん、やっぱ魔界旗は走ると思いますね。強いですよ。飛ばぐんで抜けてこい。伸びないか。抜けてこい。狭い隙間抜けてこい。抜けてこい。ダメだ、バッター。何やってんだよ本当に。ロバーツ何やってんだ今のはひどいな。勝てたと思うけどひどい騎乗だ。ルメールがね、へぐってたというか、アルビアーノでね、オーシャンステークスへぐってましたけど、オーシャンステークスはやらなかったんで、うん、3着にスノードラゴンっていうのもね、驚きましたけど、うん、状態が上がってきたと。何か使いましょうかね。安田記念使ってもいいんですけどね、まあ、ちょっと間が空くんでね。安田記念走れるかな、戦力ね。まあでも高松の宮記念出してみようかC1 取りたいんでね、走れないことはないと思うんですけどね、うん、宮記念出しましょうね。ここでね、直前追い切りじゃないな追い切りをね、しといた方がいいんですよね。直前輸送になるんで。なんかコメントでね、いただいたんでアドバイスをありがとうございます。忘れてました、てっきり。当日輸送になるんですよね。およねこぶにゃん、うん、ノエルちゃんもね、まだ走るんで、さて行きますか。ここで取りたいな。まあでもスピードはね、ちょっと落ちると思うんですよね。1枚ね、真空フォレストチャンネル4猿、あ、ちょっと飛ばしてもうた、気合入ってたね、うん、あ、この印ならチャンスありますよ。まあ差しで行きましょうね。ヤマリンゼファー、相手がね、ヤマリンゼファーぐらいですよね。シンコフォレスト、杉の早風って言ったら、1枚落ちると思うんでね、チャンスはあります。これは大チャンスですよ。うん。内からね、叩き合いになって、根性で、競り勝ってほしいね。春天の後に、ね、高松の宮記念って、成田ブライアンぐらいしか経験してないような感じですけど。やっぱちょっと前半置いていかれますね。そうそう、上がっていっていいよ、もう。まくってまくって。まあ、内からだけどね。もう上がっていっていいよ。まあ、先行でもよかったかな。まあ、でも差しでね、直線短いんで。もうちょっと競り合ってほしいな。ムチ入れて、ムチ入れて、ムチ入れて、ムチ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 。
あちょっと鈍ったか、勝てないか、4着、うん、次走はね安崎に行きましょうこれ上がりタイム早いですね。こんな早かったかな、プレステ版はね。今の競馬みたいな感じでリアルではあるんですけど、現在20分か。今回これで終了しましょうかね。ちょっとリアル競馬に集中してしまって、ダビスタを期待していた方には申し訳ないんですけど、それでは今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。